どうも、北山水泳です。はい、今回ちょっと悲しいニュースが飛び込んでまいりました。横浜国際水泳場のメインプールがなくなる可能性が出てきました。はい、と言いますのも、今回ですね、横浜水泳場メインプールの方が、ちょっと収益的に採算が取れない状況が続いておりまして、メインプールをなくして、体育館に置き換えるっていう話が出てきてます。でもほぼこれ決定事項で、まあまだ最終決定はしてないんで、横浜近くの水泳やってる方が、いろんな講義とかをしてくれてるんですけども、まあちょっとほぼ決定事項になっちゃってるんですよね。はい。で、まあサブプールの方は残るんですけども、メインプールの方ですね、25にも50にもなるようなプールでございまして、国際水泳場として認定されてます。と言いますのも、まあ、世界大会が行えるプールとして認定されてますんで、そのメインプールがなくなるのは結構悲しいんですよね。サブプールの方は確か国際水泳場としては認定されてますので、まあ、今後、超でかい大会っていうのが、そこのプールではできなくなっちゃうんですね。はい。まあ、25メートルにもならへんから、サブプールの方は25には確かならないんで、はい。そういった話が今出てきております。はい。まあ今はそうですね、僕たちにできることはあんまりないかもしれないんですけども、まあ皆さんでちょっとこの動画を拡散してもらって、こういう現状だよっていうのをちょっとまあ見てもらう状況が一番好ましいかなというふうに思いますね。はい。横浜国際水泳場はね、僕確か一回だけ行ったことあるんですけども、まあ泳ぎやすいプールなんで、はい。なくなるのは非常に悲しいので、ちょっと存続してほしいですね。と言いましても、ま、やっぱその収入的な収益的な状況もありますので、なかなか難しいとは思うんですけども、はい。ちょっとまあ、なくなってほしくないですね。はい。では、今回以上です。明日。4月28日、17時から、オリンピックメダリスト、中西優子さんと北山水泳によるスイミングレッスンを行います。1時間が座学、残り1時間がスイミングレッスンになります。参加したい方は下の QR コードから応募してください。尼崎にて行いますが、どこの方でも応募してもらって大丈夫です。お待ちしております。